よし、じゃあせずや、お前今日おごれ。あ、なんでだよ。抜け駆けした罰だ。お前だけ彼女作りやがって。あ、バカ言うな。なあ、それ俺とどっちが上？ああ、大変だね。スズヤ結構やきもち焼きだよ。ごめんな。でも二人には言っておきたかったんだ。大切な親友には俺たちのことを認めてほしかった。要はお前に会いたくてここまで来たわけだろ。黙ってるのはフェアじゃないと思った。それに彼方にも隠しとくのは嫌だったんだ。いいじゃん、そういうの。俺もお前といるとドキドキするし。そんなわけないだろ。ほら。大好きなお前と一緒にいるんだ。ドキドキして当然だろ。だってそうしないと伝わらないだろ。だからお前もな。それじゃあ早速、今ドキドキしてる？この音でわかるだろ。ずっとさ、こういう関係でいたいな。いつまで経ってもお互いドキドキしていられるような関係。好きだよ。ドキドキしたろ？それじゃあ次。俺とキスしたい？この質問には答えなくてもいいよ。勝手にキスするから。
いいよ。俺も今来たところだから。な。彼女の手、つなぎたいなと思ってさ。お前の心臓、ドキドキしてる。なんだ、俺にドキドキしてくれてるのかと思った。俺の彼女は素直だな。可愛くて少しいじめたくなる。今のお前のお腹の虫？今日も部活頑張ったんだな。えらいえらい。おにぎり作ってきた。一緒に食べようか。ほら、彼氏だろ。そこまで言うなら、俺がお前の彼氏だって証明してやる。今からキスするよ。しょうがないな。それじゃ、代わりに。キスしたいけど、今はこれで我慢する。後でキスすることにします。こぼしてるぞ。ほらほら、今取ってやるから。彼氏だって言ってるだろ。お前が俺を彼氏扱いしてくれないからだ。俺はお前の？答えないとキスするよ。よくできました。よしよし。
眠そうだな。やっぱりそう思うよな。俺もこんな時間に彼方がいるなんて奇跡だと思ったんだ。お前ら二人して随分な言い草だな。俺だってたまには。僕が起こしたんだ。よう言うなよ。どうしてようがカナタを起こすんだ。ん？みんなで一緒に登校ってあんまりしたことないなって思って。そうだよ、一緒に行くなら行ってくれればよかったのに。いや、わざわざ約束するほどのことでもないし、それに自然な感じが良かったから。もうこんなことできないと思って、だから一回やってみたかったんだ。そっか、ように感謝だな。きっかけを作ってくれなかったら彼方と一緒に登校なんてなかったしな。だろ、彼方だけは起こさないとって思ったんだ。あ？ったく、お前ら少し俺のことバカにしてんだろ。まさか。マジで？うん、少しじゃない、たっくさん。さっさとフランスでもインドでも行っちまえ。残念だけどインドには行かないよ。どうした？やっぱりここにいた。ん？うん。そんな顔をしている彼女のこと置いて帰れないだろ。当然、それに気持ちわかるから。俺だって寂しい。でもお前は特別だろ。小さい頃以来の再会だったんだもんな。
いいんじゃないか、無理しなくても。少なくとも俺の前では。きっとヨウだって嬉しいよ。だからこそ今のうちにたくさん話した方がいい。もっと話せばよかったってきっと後悔するぞ。当たり前だろ。どれだけお前のこと見てきたと思ってるんだ。いなくなることを悲しむんじゃなくて、一緒にいる今を楽しく過ごそうな。役に決まってるだろう。こんなこと言っても絶対役。ああ。だけど、俺にとっても要は大切な友達なんだ。だから、許す。あ、でも、あんまりやかせすぎるなよ。一生の頼み。次の授業の声楽史の課題やった？頼む、見せて。やっぱりそんなことだろうと思った。なんだよ、そんな風に言うってことはやってあるのか。見せろ。それが人に頼む態度？だけど絶対嫌だ。ようには頼らん。仕方ない、お前でいいや。そうだよね、僕たちは自分の力でやったんだから。ああ、すずや、優しいお前ならこいつらと違って見せてくれるよな。何を言うのかと思ったら、しょうがないな。やっぱりすずやは甘いんだね。お前らとは違うんだよ。でいいけど、学食おごれよ。1週間。あ、マジ？やっぱりすずやは一番怖いね。
よう。帰る前にちょっといいか。今日の夜空いてない？二人とも改まってどうしたの？せっかくだから男同士語らうのもいいかなと思って、陽の部屋にお泊まりしようかってカナタと話してたんだ。僕の部屋で？お泊まり会はカナタの部屋でやるのが恒例じゃなかった？たまには場所変えねえとマンネリ化防止だよ。別に俺の部屋でもいいけど、お前ら掃除しろ掃除しろうっせえし。それじゃあ夜陽の部屋に行くからよろしくな。うん、楽しみにしてる。カナタ行儀悪いよ。せっかくスズヤが夜食作ってきてくれたんだから座って食べたら？たまにはいいだろ。なんだよ、陽までスズヤみたいなこと言いやがって。俺だって言いたくて言ってるわけじゃないよ。カナタのためを思ってたな。なあ、待ってる。分かってるから説教は勘弁だぜ。はあ、僕がいなくなった後もスズヤが大変そうで心配だよ。カナタ、あんまりスズヤに迷惑かけるなよ。いいえ、俺には日本にもフランスにもおかんがいるみたいだぜ。正確には要はフランスに帰ってからすぐにアメリカに行くから、アメリカのおかんってことになるな。それなんか嫌だよ、かっこよくない。アメリカのおかん、略してアメリカン。カナタ、それ面白くないから。僕も絶句。こんなにつまらないことを言えるなんて、これもある意味才能だよね。うるせえ！俺も後悔してんだよ。け、言うんじゃなかったぜ。カナタでも後悔することあるんだ。カナタは単細胞生物だからすぐ忘れてるのかと思ってた。な、誰が単細胞生物だ？誰が？はいはい、そこまで。夜食まだまだあるからおしゃべりしながら食べよう。お、さっきのおにぎりも美味しかったけど、こっちもうまそうじゃん。カナタはすぐに餌付けされちゃうね。お前こそよだれ垂らしてんじゃないのか？あんだけ食べたのにまだ食べるのかよ。よだれ垂らすわけないだろ、カナタじゃないんだから。お前らいい加減にしろよ。まったく、顔合わせば喧嘩ばっかりして。まあそれがお前らの愛情表現だから仕方ないか。そんなんじゃねえ、気持ち悪いこと言うな。そうだよ、彼方に愛情表現するなんてもったいない。僕の愛は彼女にだけ向いてるんだから。それはそれでムカつく。お前ら相変わらずだよ。そういや、出会った時から喧嘩してたもんな。だってよ、今でこそ慣れたけど、こいつ気ざったらしいことばっか言うし、あいつにベタベタするし、ムカついて当然だ。僕だってムカついたよ。彼女と仲良くしたいのにすぐ邪魔するし、ガサツで乱暴だし。それが今じゃ無二の親友なんだから、運命というか星の巡り合わせというか。それにしても、スズヤと彼女が付き合うことになるなんてね。こいつは涼しい顔して、いつも美味しいとこ持ってくからな。いつもじゃないだろう、今回が初めてだ。俺が欲しかったのはあいつだけなんだから、昔からずっと。これだよ、たくむしゃくしゃするぜ。スズヤの余裕そうな笑顔、最近嫌い。そんなこと言うなよ。
あいつは俺の笑顔を好きって言ってくれるぞ。何気に上から目線。そんなに睨まないでくれよ。みんなの前で言うのはなんだけどさ、あいつと付き合えることになって俺すげえ幸せ。たーん、かゆいんだよ。背中ムズムズする。もう聞いてられないよ。不思議なんだよ、あいつの手を握るの初めてじゃないのにすごくドキドキして。あれ、こんなにこいつの手小さかったっけ、とか、こいつの笑顔こんなに可愛かったっけ、とか。恋人になっただけでこんなにも世界が変わって見えるんだなって。そう思うたびますますあいつのことが好きになって。それ以上言うな。なあ、ああ、スズヤ、のろけ話はもうやめてあげて。カナダがもだい苦しんでるよ。もっと話したかったのに、残念だな。お前わざとだろ。絶対わざとだろ。俺もスズヤの余裕そうな笑顔嫌いだ。カナダまで？けど俺の彼女が好きって言ってくれるから気にしないよ。だあ！ごめん、二人の顔が面白くてつい。スズヤ余裕そうにしてるけど大丈夫？彼女は部活もやってるし、生徒会に保健係も。ライバルはたくさんいると思うよ。そうだな、あいつを好きになるやつは大勢いると思うよ。でも絶対に誰にも渡さない。やっと手に入れたんだから。スズヤ、笑顔が怖いよ。自信満々だな。うん、自信はあるよ。俺以外あいつを幸せにできる男はいない。いや、自信というより誓いかな。必ずあいつを幸せにする。ああ、お前ならきっとできる。そうだね、スズヤの彼女への思いは本物だもん。ありがとな、カナダよ。それにしてもこれから先彼女は大変そうだな。ああ、こう見えてスズヤはやきもち焼きだし独占欲強いし、あいつは苦労するぞ。あいつなら大丈夫。あいつは俺に愛されることに慣れてるから。まあこれからは今までの100倍くらい愛すつもりだけど。またのろけてる。こいつ絶対確信犯だ。あ、メールだ。父さんからだな。お父さん、なんだって？空港まで迎えに行くから飛行機の到着時間を教えてって。ヨウがフランスに帰る日まであと2日か。何しんみりしてるの？カナダらしくない。うっせ。まだ2日あるだろ。今は別れる寂しさよりもみんなで過ごす時間を楽しもう。そうだね。僕こんなに名残惜しいと思うのは初めてだよ。友達ってすごくいいものだね。お前がいなくなると寂しいよ。憎まれ口を叩く相手がいなくなるからな。僕も寂しいよ。カナダの面白い顔が見られなくなるから。誰の顔が面白い顔だって？こんな男前他にはいないぞ。カナダ、鏡見たことあるの？
それに本当の男前は自分のことを男前だって自慢しないと思うんだけど。さえ、自慢する男前もいるんだよ、ここに。ように一本取られたな、カナタ。って、こんなやりとりももうできなくなるんだな。ようのことはムカつくけど、俺はこのやりとりが嫌いじゃなかったんだぜ。カナタ、急に真面目なことを言わないでくれる？調子が狂うよ。一生の別れってわけじゃない。その気になればいつだって会えるよ。会ったらカナタとヨウは嫌でも喧嘩するだろうし。うん、そうだよ。仕方ないから相手してあげる。本当にヨウは素直じゃねえな。相手してやってるのは俺の方だっつうの。俺からしたらどっちもどっちだと思うけどな。まあいいや、そろそろ寝ようか。電気消すぞ。おう、頼む。なんか寝るのがもったいないけど仕方ないよね。二人ともちゃんと布団かぶったか？かぶってるよ。たく、子供じゃあるまいし。スズヤは本当にお母さんみたいだ。彼女やカナタは当分スズヤ離れはできなさそうだね。スズヤはおせっかいだからな。でもこのおせっかいがないとなんか落ち着かねえ。俺はいい加減親離れしてもらいたいもんだよ。って、何自分で認めちゃってるんだ俺。ついに認めたな、年齢詐称と性別詐称を。カナタうるさい。僕はもう寝るんだから静かにしてよ。彼女の夢を見なくちゃいけないんだから。何が？あいつの夢を見なくちゃいけないんだから。だ、そんな夢見なくていい、邪魔してやる。何すんだよ、こっちに来るな、あっち行けよ。鬱陶しいな。また始まったよ。はいはい、良い子はもう寝る時間だよ。寝ないとお化けが来て食べられちゃうぞ。んなわけあるか。小さい頃から騙されてきたから、それが嘘だってもう分かってるんだぞ。あ、カナタお化け怖いんだ。かわいい。んなわけねえだろ、うせえ。要はやかましいからさっさと寝ろ。カナタのせいで眠れなかったのに。お化けの話が出た途端これだよ。カナタは小さい頃からお化けが苦手だからな。うるせえうるせえ、お前らさっさと寝ろ。遅刻しても知らないからな。いつも遅刻してるのはカナタだろう。んじゃ、もういい加減寝よう。カナタ、よう、おやすみ。おやすみ。ボンニェイ。ごめん、待った。そんなの全然気にしないで。君に呼ばれて嬉しいよ。で、どうしたの？
準備は完璧。でも忘れ物したら、それを理由に君に会えるかな。どうして？そっか、そうだね。それにこれで本当にお別れってわけじゃないから。うん。ねえ、ところでこれどこかに向かってる？何か様子おかしくない？どこに行くの？直って。お、やっと主役のご登場だな。待ってたよ。ほら、早くこっちに来いよ。あれ、二人とも何してるの？遅いぞ、待ちくたびれた。こんなところにみんなで集まって何するの？は？お前も案外おバカだな。陽の送別会に決まってるだろ。あ、そんな、全然気づかなかった。当たり前だろ、内緒にしないと楽しくねえじゃん。さあ、ご飯が冷めるぞ。陽の好きなものばっかり用意したから。本当だ、みんなありがとう。嬉しい。喜んでくれてよかったよ。大成功だな。よう、いつまでもそこにいないで、こっちに来いよ。あ、うん。ささ、ヨウ君、いっぱいお食べ。カナタ気持ち悪い。ま、悪かったな。はいはい、いつまでもじゃれてないで、早く食べなさい。はい。おい、お前さっきからそればっか食ってんじゃねえや。いいじゃん、これはスズヤンが僕のために作ってくれたんだから。彼方にそんなこと言われる筋合いないと思うけど。お前、いつまでたっても腹立つやつだな。だいたいこの場所を選んだのは俺だ。うん、ありがとう。心がこもってない。さっきは泣きそうだったくせによ。は？いつ僕が泣きそうになったの？
言えてる。だけどそろそろ止めなきゃな。なあ、せっかくの送別会なのに二人は喧嘩だよ。やっぱりもうご飯作らない方がいいのかな。つーか何言ってんだよ鈴や。俺たち喧嘩なんてしてねえしな。うん、僕たちは進め合ってたんだ、これが美味しいって。それじゃあ俺たちの気のせい。当たり前だろ、俺たちめちゃくちゃ仲いいから。やっぱり進歩ないな。お腹いっぱい、もう食べられないよ。要は本当によく食べるからな。バーガー、最後なわけねえじゃん。いつでも見上げられる。実際こうして顔は合わせられないけど、フランスも日本と同じようにこうして空が広がってる。このずっと先にフランスの空があって、夜空で俺らはちゃんとつながってる。だから要はフランスで、俺たちは日本で、場所は違っても見上げる夜空は同じだ。カナタ、ロマンチックだな。え？あ、いや、だから。ほんと、カナタはロマンチストだね。だけど、大事なこと忘れてない？国境を越えるわけだから時差が出るんだよ。日本が夜の時は、フランスの空はまだ明るいよ。お前らな、人がせっかくいいこと言ってんのに。まあ、そういう考え方嫌いじゃないけど。俺もカナタの言う通り、俺たちは離れてもちゃんとつながってる。寂しくなったら空を見上げる。そうすれば僕たちは一緒でしょ。そういうことだ。うまくまとめたな。
とこ持ってくなよ。ありがとう。本当に3人に出会えてよかった。バーガ、似合わないこと言ってんじゃねえよ。さっきロマンチックなことを言ってた人に言われたくない。うるせえな、ほっとけ。それだけ仲がいいっていう証拠だよ。違う。僕、ずっと忘れないよ。三人と過ごした時間や思い出、ここで見上げた夜空の色や星がすごく綺麗だったこと、ずっと忘れない。本当にみんなと出会えてよかった。遅えな。あいつ帰るのが嫌で逃げたんじゃね。カナタじゃあるまいし、そんなこと用がするわけないだろう。それに少し落ち着けって。鈴谷、よく落ち着いていられるな。これで最後なんだぞ。最後だからだよ。みんながそわそわしてたら、用もどうしていいかわからなくなるだろう。だから、俺くらいは落ち着いてないと。みんな、待っててくれたの？最後はやっぱり3人で見送りたかったから。待ちくたびれて帰るとこだったぞ。ちっけえよ。スズヤ、おまけにカナタ、本当にありがとう。当たり前だろ。誰がおまけだって。だから俺はメインディッシュなんだろ。くそ、俺いいとこなしかよ。よう、これ俺からの選別。
フランスでも日本の料理を味わえるように、ヨーが美味しいって言ってくれた料理のレシピ。これもらっていいの？もちろん、ヨーのために作ったんだからもらってくれないと困る。そっか、ありがとう、鈴谷。カナタどうしたの？変な顔。うっせ。俺さよならとか言わねえから。最後じゃねえし、終わりでもねえから。だからまたな。もしかして泣いてる？あ？泣いてねえし、調子乗んな。君のおかげで日本での生活がかけがえないものになったんだ。大げさなんかじゃなくて、僕はそう思う。それは僕のセリフでしょ。みんなありがとう。今まで僕は人が信用できなかったし、関わろうと思わなかった。人は人で、自分は自分。だけどそうじゃないって、みんなが気づかせてくれた。三人に出会えたから、変わることができたんだ。それは違うだろ。え？要は、もともと人が好きなんだよ。けど、小さい頃のことで傷ついて我慢したんだ。人のこと信用したり好きになったりするの。俺たちが保証する。要は最高の友達だ。だからこれからは遠慮しないでぶつかっていけ。もしかして俺たちの中でヨウのことを一番思ってるのって、カナタ？お前ら、何ごちゃごちゃ言ってんだよ。最後くらいはいいこと言うじゃん。ありがとう。うん。つうか、最後くらいってなんだ？最後じゃねえっつったろ？だいたい俺はいいことしか言わねえっつーの。でもさ、これがカナタって気がしないか？これ大事にする。今度会うときはここに書かれてあるレシピ完璧にしてくるから、ご馳走させて。楽しみにしてる。
君の幸せそうな笑顔が見られてよかった。彼方ならともかく、鈴谷なら安心して君を任せられるよ。幸せにしてもらうんだよ。おいこら、俺はともかくってどういうことだよ。よう、嬉しいこと言ってくれてありがとう。笑うな。つうか、鈴谷も礼を言うな。言えるじゃん、自分の素直な気持ち。ありがとう。それから鈴谷にもう一つ言いたいことあった。ん？どうした？改まって。彼女を傷つけたら、いくら鈴谷でも許さない。その時は僕が彼女を幸せにするから。それは、ない。絶対幸せにする。この笑顔、ずっと守ってく。カナダとように誓って。もう行かないと。絶対帰ってくる。いつになるかわからないけど、またこうして4人で会えるよね。何当たり前のこと言ってんだよ。俺たちも頑張るから、陽も頑張れ。うん、行ってきます。いってらっしゃい。
それでは指輪の交換を。綺麗だ。面と向かって言われると照れるものなんだな。新郎は新婦に指輪を。その前に少しいいですか。どうかしましたか。どうしても言っておきたいことがあるんです。俺、お前と一緒にいられてずっと幸せだった。幼なじみとしてそばにいた時も、恋人として隣にいるようになってからも、いつもお前の優しさと愛に満たされて、これ以上ないってくらい幸せだった。でも今、それ以上の幸せを感じてる。この先もその幸せを感じたいし、お前にも感じてほしい。俺はずっとお前を守っていきたい。お前の強さにいつも助けられたから。こんなに幸せでいいのかな。これからもさ、お互いの中にある強さを分かち合って成長していこう。神父様、お待たせしました。神父様は幸せですね。こんなに大切に思われて。それでは指輪の交換を。はい。それでは誓いのキスを。一緒に幸せになろうな。ずっと愛してる。スターリースカイインスプリングポータブル。